PE との合数と強度の換算表。PE とはポリエチレン繊維から作られた釣り糸で、非常に強力で耐久性が高く、多くの釣り人に選ばれています。しかし、PE 糸を選ぶ際には、合柄と強度の換算表を知っていることが必要です。PE 糸の合柄は、糸の太さを表します。合数が大きいほど、糸は細くなり、反対に小さいほど、太くなります。一般的な PE 糸の合数は、0.3 号から8号程度です。強度は、PE 糸がどれだけの重さを支えられるかを表します。強度は糸1本あたりに換算されたポンド数またはキログラム数で示されます。以下は PE 糸の合柄と強度の換算表です。 0.8号10ポンド、 4.5キログラム、 1号15ポンド、 6.8キログラム、 1.2号20ポンド、 9.1キログラム、 1.5号25ポンド、 11.3キログラム、 2号30ポンド、 13.6キログラム、 2.5号40ポンド、 18.1キログラム、 3号50ポンド、 22.7キログラム、 4号60ポンド、 27.2キログラム、 5号80ポンド、 36.3キログラム、 6号100ポンド、 45.4キログラム、 8号130ポンド、 59.1キログラム。 PE 糸の選択は釣りの種類やターゲットの魚の種類などによって異なります。換算表を参考に目的に合った PE 糸の合柄と強度を選択しましょう。